アラクト始まるけど見ていく。さあおはようございます、こんにちは、こんばんは。ちょっとオープニング、変えてみました。まあどうでもいいけどもね、第3土曜日、そしてバーコードキャンペーンが続々と届いてるみたいなんですけど、まあ今年はね外れてるかなといったところですね。ちょっと諦めモードなんですけど、まあ第3土曜日で皆さん無事ゲットできましたでしょうか。私もね、初回特別仕様ゲットしてきましたよ。ナンバー19番トヨタプリウス初回特別仕様、スケールはね65分の1、ギミックはサスペンションのみなんですけど、かっこいいね。まあ、通常カラーのからし色ではなしに、私個人的にはホワイトの方が良かったかなと思いますね。プリウスに関してはね、なんか時々このトヨタ関係、イメージカラーで押してくるよな、トミカ。もっと違うやつ選べば売れるんちゃうかなと思いますけどもね。まあなんせプリウスなんで人気車種。皆さんゲットしておきましょう。私はね、まだ通常カラーゲットしてないんですけどね。あとナンバー24番のデリカもまだなんで。またそれは後日ゲットしようかなと思います。廃盤の時になるかもしれませんけどもね。そして今月の廃盤ですね、順番に見ていきます。はい、ナンバー19番、鈴木カタナですね。プリウスと入れ替わりで廃盤となりますけどもね、トミカとしてはバイクはね、まあ人気はそこまでないかなといったところなんですけど、かなり出来のいいバイクなんで、皆さん見かけたらゲットしましょう。そしてね、デリカと入れ替わりで廃盤になるのがナンバー24番鈴木ソリアですね。こちらはね初回特別仕様ありなんですけど、まあ、初回はねもうちょっとプレネになってるんですけど、通常版見かけたら購入するようにしてくださいね皆さん。まあ、追加欲しいところやけどもね、まあ、そこはね。そして最近のトミカ入手品ですね、こちら。はい、この2台が最近のトミカ入手品となっております。ナンバー66番三菱扶桑クレーン、青トミーなんですね。赤トミーも日本製もで黒箱もあったんですかね。こちらもねなかなか出回ってないんですよね、意外と。で価格は1000円で入手いたしました。まあ備品っちゃ備品だったんですけど、これね中身の車両なんですけどもね、このアームが稼働してこのクレーンかっこいいよな。素晴らしい。でね、このクレーンのねここ折りたたんで、ここ輪ゴムでね止めてあって、塗装にね付着してたんですよね、劣化して。もうここはちょっと残念ポイントやったかなと思いますね。でも素晴らしい車両ですね。ジャンクでね結構このクレーンの部分がね、ない状態で出回ってると思いますね。はい、綺麗なクレーンでございますこちらね。はい、であとは7月のアイバントミカですね。ナンバー48番のイスズエルフトラックですね。まあキャラクタートラックとはいえ希少なねイスズエルフになっておりますので、こちらも見かけたらもう購入した方がいいかもしれませんね。はい、でね続いてトミカ以外のミニカー、まあホットイールですよね。こちら買ってまいりました。サイクロン56周年なんかな、まあ、ちょっと詳しいことはわからんねえけども、これかっこよすぎるだろうと、ライジンっていうやつが人気なんかな。でヤマダ電機限定やったっけこれ、まあ、わからんけど、なんか中身抜かれとるとかなんかちょっと問題になっとったね。はい、でこちらかな、単品で登場しとったやつかな。で、これはギャッサーっていうんかな、めちゃくちゃかっけえやんと思ってね、はい、買ってまいりました。で、こちらがね、普通のなんやろアソートっていうやつ、わからんけども、これもかっこええなと思う。まあここちょっと銀メッキじゃないのが、まあ個人的にはちょっと不満やけどもね。まあホットイールに不満ってあるんかなとも思いながらも、はい。で先週皆さんがドンキに走っている中、私はねヤマダ電機でこちらを入手してまいりました。新色のね、なんていう名前かちょっとねわからんですけど、詳しいことは
ホットイール専門の方で、やっててください。入手した、ホットイールとなっております。そしてね、再販のダンプ、これ赤黒でめちゃくちゃかっこいいのよ。いやーでね、これホルモンタイヤのね、汚れ具合もね、ここの泥の羽もね、かっけーね、うん、お気に入りのモンスタートラックとなっております。そしてこちらまた再販のやつなんやけどもね、ファイブアラーム消防車、かっこ、このどでかいタイヤの上に消防車やで、たまらんやろまあ、ホットイールはこんな感じですね。いやいや買っちゃったね。でね、まあここからは皆さんちょっとね、興味がないと思いますけどもね、私の個人的な好きなガンプラデッセイ、はい、イージーエイトを入手してまいりました。まだあるんやけどもね。続いてこちら、陸戦型ジム。いやこれないんやで、入手困難な機体やで皆さんで、続いて赤い、うん、これもね見るんやけどすぐなくなるんですよ。ガンプラ業界もねなかなか戦争なんでね、はい、特にこのジム関係、うん、すぐなくなる、すぐプレネになる、はい、難しいんですよ。という感じでね、はい、最近の入手品でございますね。まあ、早速、第3土曜日の新車トミカープリウス開封してみていきたいと思います。さあ開封していこうかな。いやープリウスもね、老若男女老若男あれまあいいわでね、まあ人気よな、うん、若い世代言い直すなってな、はい。いやこれかっこええと思うで、このカラー、うん、うわ来ました、ええー、やん、めっちゃかっこええやんこれ。うわラーメン入りで、あ単色じゃないんやな、ちょっとなんか袋の付着跡みたいなあるけどもね、拭いたらいけるんかな。トヨタのマークが入っておりますね。まずはぐるりと見ていきましょうか。めちゃくちゃかっこいいやんこれなあ。あなんかちょっとタイヤ足回り変わってるな、今までのトミカとは全然違うな。へー、テールランプもね素晴らしいね。何よりこの塗装が、感動。まずは正面、ヘッドライトはこれ塗装かな、クリアパーツではなさそうですね。フロントバンパーの部分もしっかり色分けされております。トヨタのねエンブレムもこれはね、欠かさないということで、いやいいね、うん、すごい。でねこの足回りちょっとなんか隙間が大きいような気もするんやけど、新しいな、なんか新しいね、シャーシと一体やな完全に。シャーシと一体ですね。窓周りはね、色分けされてあって、うん、素晴らしいねこの造形美、うん、で後ろはこのようになっております。テールランプの部分もねしっかり赤で色分けしてあってね、このトヨタのエンブレムも入ってますし、プリウスとで EV かな、いいね。絶対ねこのリアの後ろ見にくいよね、一回だけ乗ったことあるんやけど運転席にね絶対見にくい、うん、やめようって思ったもんな。まあ改造しやすいんやろなほんまにね。うわーこれ通常版も買っとけばよかった。皆さんどうです？でも今回初回特別仕様の方がやっぱりええんかな。まあ1台しかないけどもね、かっこいいやん、うん、まあね、今回はこんな感じで、紹介となっておりますけどもね、2023年にはもうできてあります。はい、まあこれからイベントモデルとか来そうですね。トヨタプリウスとメイドインベトナムか、おーおーおお、 C の24 は早いね、うん、まあこんな感じでしたね。いやかっこいいね。はい、ということで3月の新車トミカのトヨタプリウス初回特別仕様とホトイール他のトミカガンプラを紹介してまいりました。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。また何か入手したら動画投稿したいと思いますので、その日まで
さようなら。